暑い、今日も。はい、いらっしゃい。へんおつい。ということで、今日はこちらになります。さあ、なんだ。ね、これちょっと分かりにくいと思うんだけど、ね、今ね、すごく脂が乗ってきて、これから、そうだね、11月にかけて美味しくなってく魚です。なんでしょう。じいちゃんがね、好きな魚なんだよ。正解は、サワラ。ね、寝かせてあるんで、これを使ってじいちゃんと晩ご飯。あともう一つはね、こっちのね、この一人焼肉の台を買ってあるんで、これでちょっとこっちのね、サーロインステーキをね、じいちゃんに焼いて、まあ今日その2つがじいちゃんの晩ご飯になります。ね、じゃあやっとくよ。今からね、本当にめちゃめちゃ美味しくなるんで、どんな味か楽しみだね。はい、じゃあ今日はね、こっちの変な包丁を使ってね、やってみようかな、ね、ちょうどね、2日間寝かせてあるんで、オッケー、ちょうどいいと思うんだよね。今ね、どんなもん油が乗ってるかな。よいしょ。はい、じゃあね、3枚におろしていくよ。この包丁な、まだ慣れてねえんだよな。そこ1本入れて、こっちをね、刺してピッチってでね、こっちを、はい、こんな感じの身だね。はい、じゃあ腹骨はね、今度取っていくよ。よいしょ。たら次はこの半身はね、もうこのままちょっと残しとくんで、今日食べないからね。この半身は骨のついたままね、まあ、傷まないように、傷みにくいようにこうやってね、空気をできるだけ抜いて縛ってね、冷蔵庫ね。今ね、この色を見てもらうと分かるけど、すごいこう、なんていうの、白っぽいピンク色で、めっちゃ脂乗ってるんで、美味しいと思います。ちょっとこれやりにくいで、こうやってやろう、こういこうか。じゃ、この真ん中のね、血合い骨をね、取るよ。はい、で、血合い骨についた身もちょっとまあもったいないんでね、これもそのスプーンでね、取ろうかな。こうやってね、よいしょ。そうするとスプーンでやると、こうやってね、綺麗に、わかるかな、綺麗に取れるからね。みんなも真似してみてね。一回ちょっとまな板洗うね。はい、じゃあそうしたらね、皮引いていくね。皮をね、引いてきます。あ、切れた。あ、切れちゃったな。ちょっと失敗だね、切れちゃった途中で。ここでね、ちょっと切れちゃいました。こっちからね、もう一回やり直すね。よし、はい、はい、綺麗に取れました。そうしたら、身がもったいないからね、ここ包丁で取って、で、今日は血合いがね、ちょっと色があれなんで取っとこう。そうしたら、今日はね、サワラのね、漬け丼にしようかなと思うんで、普通にね、切っていきます。こっちからこういう感じでね、そうしたら、こちらに漬け用のタレが作ってあるんで、醤油とみりんとお酒を同量で混ぜて、一回沸騰させてね、今これもう冷やしてあるんで、ここにね、つけときます。30分ぐらいつけとこうかな。よし、じゃあこんな感じでちょっとね、しばらくつけときます。どうしような、あとはどうしよう、あとは刺身に切っとこうか。で、少しだけ刺身も作るか。はい、ね、これ刺身をちょっとやめて、さっきのこのスプーンですくった身もあるんで、これをみんな叩いちゃう。これを全部細かくこう切ってね、
トン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 つってトン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 。そうしたら今日ネギもねちょうど冷蔵庫にあったんで刻んで、鉄板が邪魔だな。あとねこの大葉もあるんで大葉尻尾切ってね。そしたらこれを叩いて、よし、はい、これでね、あれだ、カツオじゃねえや、サワラのね、たたきの完成。はい、じゃあ次にね、こちらのサーロインステーキね、これちょっとね、サイコロステーキみたいにしたいんで、こう切ってね、はい、そうしたらね、こちらの皿にとりあえず乗っけとく。こんな感じね。はい、じゃあそうしたら次はね、一人焼肉の準備。これ火がつかんだよな、ついた。でね、ここにこれをセット。よし。そしたら油をね、引くよ。オリーブオイルをね、引いちゃう。でね、で、これまんべんなく熱。大丈夫か、まんべんなく。あぶね、火はあぶね。で、最初にニンニクをね、ちょっとね、こうやって入れて、よし。じゃあ一回ね、こうニンニクを取り出すよ。ニンニクさんをね、はい、これでニンニクを取り出します。ただね、肉をね、焼いておくよ。肉をね、こちらね、刺身塩っていうのが、これステーキにかけても美味しいと書いてあったんで、これをねちょっと試しにいきようかな。ちょろちょろっとかけてね、あとはここにね、胡椒、ピッ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 、胡椒、ご飯。もうこれね30分以上経ったんで、このねサワラの漬け、ごまをパラパラパラっと振ってよし、できた。はい、これでも全部完成。おい、じいちゃん、おい、できたで。ニコラがさ、くっついちゃった、くっついちゃった。お、まあまあ、もう焦げちゃった、やべ、火が強かった。よし、いただきます。味噌、捨てた味噌。そうだね、サワラ、サワラ、サワラだ。サワラの刺身、サワラの刺身ってか、刺身漬け丼、どう？それ初めて食ったな。初めて食った、うまい？それうまいよ。うまいんだ。魚よたまにギトコトやけんもんでな、うまいよ。うまいんだ、うん、ちょっとのそっちか、焼くわ、焼くわ、こっち焼け。あ、サワラだ。これ、これ叩きの、これ生姜つけて食べるんだって。これ、これかい。そうそうそう、これさ、めちゃめちゃいい感じになってる。何だろうかな、サーロインステーキ。ニンニクチップも乗っけてさ、醤油つけて食べてみ。どう、ニンニクもした、おした、わさびもした。これ食べるわ。いただきます。うまいこと、うまい、うまい。あ、これ、あっこい、あ、うまいな。これサワラと油の濃度だな。うん、あとは残りってうまいよ。まだ余計あるんだって。でもそこの1個ちょっと食ってみよう。うまい、うまい。はい、いただきます。うん、うまいな、うまい。油あるな、たまに、たまに やるわ、これ、うん、熱いな。
やっぱサワラうまいだろ。サワラうまいね。そうなんて、まあ最高だわ。最高なんだ。最高がようだよな。最高しかねえな最近。うまいな。で今日、まあこれね、視聴者さんがこちらくれました。ありがとうございます。これね、賞味期限の間にメインでちょっとやれないんで今日食べる。何だそれ。デザートだ。たまにはデザートあったほうがいいぞ。生もみじ俺一個食べっかな。生もみじね。生もみじの抹茶いただきます。うまっ。わさびは容器だ。わさび容器だろ、うん、どこに。わさび入れてねえよ。でも落としたんだね。わさび落としたんだ。こっちだ。生姜だ。生姜さ。生姜うまっ。ニンニクと。うまいな。次はん、何か食べて。なあ、最高ばっかだよな。最高ばっかだよ。たまに最低な料理も食いてんか。最低な料理かカレーや。そういうやつもええな、たまにな。たまにやばい。そう聞くとカレーしか言わないんじゃん。めちゃくうまいもん。カレーはうまいんだ。そうだわ、うまい。早いた。俺ニンニクいいやん。ニンニクええの、うん、嫌いなのあんた、うん、あんたもうまあ、せっかくニンニクやったのに。うまいこと食うわけじゃん。俺ニンニクの方食うで。はい、ごちそうさまでした。うまっ。ね、うまかったね。うまい。今度はじゃカレーか。カレー、あの、肉もこういう四角い肉やよ。あ、四角い肉だよね、カレーのリクエスト。四角い肉のカレー、普通四角いから。ね、バイバイ。普通四角いから、あんた肉、俺いつも作るやつ。じゃあカレーは、おじゃるな、四角カレーねえもん、最近は。はぁ、俺超四角いよ、ね。溶けちゃうんだって。